2023年プロ野球はここから始まる。エスコンフィールド北海道、世界がまだ見ぬボールパークを。その信念のもとに完成したスタジアムは、プロ野球界の常識を覆す発想がグラウンドの内外に散りばめられている。この新球場を本日のゲスト栗山監督と深い縁のある人物が潜入取材。エスコンフィールド北海道の前にいます。今回潜入させていただくのは、私斉藤佑樹が潜入させていただきます。一昨年入団2年目から二人三脚で歩んできた栗山監督と同じタイミングでユニフォームを脱いだ斉藤さん。野球の普及活動に携わる今だからこそ、選手目線、ファン目線で新球場をリポート。広報のトランさんと巡るこのスタジアム、取材のテーマは、まあ、僕久しぶりにちょっと来ることになったんですけど、はい、いろんなこうスタジアムの初が見られるということで、はい、その初を今日は僕はテーマに、はい、見たいなと思っているので、エスコンフィールド北海道が誇る常識外れな初を巡る斉藤さんのリポート。早速スタジアムへ入ると、わー、すげー、これ天然芝ですよね。全部そうです。こちらは全部天然芝になります。あのガラス張りの壁から入ってくる光とか圧巻ですね。まずは選手目線でグラウンドを取材。すると、ここが一つポイントですね。何でしょう。日本初の開閉式屋根付き天然芝球場。常識外れな初、一つ目は日本初の開閉式屋根付き天然芝球場。先ほど見ていただいたガラス壁は、はい、この芝のためにあるんですけど、光を入れ込むために約70メートルのガラス壁が立っていて、この寒い時期でもちゃんとこの寒冷地用の芝を取り入れているので、寒冷地でもこういう風に青々と生い茂っている。なんだろう、野球って天然芝の上でやりたいですよね。人工芝でずっと走ったりしてると、はい、足とか腰がすごく疲れるんですよ。そして幅166メートル、世界一と言われる可動屋根。夏になったらここが開いて、青空と芝とあと光でまた違った雰囲気になるかなと思います。いやーそれは最高だ。寒い北国でも天然芝でのびのびとプレーできる常識外れなスタジアム。続いてはファンの目線に立ってリポート。センター後方にある建物の屋上に上がると、おお、どうでしょう、このおしゃれ、何これ。こちらはなんと世界初、フィールドが一望できるクラフトビール醸造所&レストラン。センター後方にビール醸造設備を設け、球場限定のクラフトビールが楽しめます。栗山監督、一杯いかがですか。ちょっとなんか概念を覆しすぎてますこんなとこから野球だって見えるなんて思ってないから。エスコンフィールドはこの他にもブルペンが間近で見られる特別席や、選手と同じ目線で試合が楽しめるなど、常識外れな観戦スタイルを実現。中でも最も常識外れな観戦スタイルがあるということで向かったのがタワーイレブン。チームのレジェンドダルビッシュ有と大谷翔平のつけた背番号からその名がついたエスコンフィールドのランドマーク。エレベーターに向かうと、ホテル、はい、サウナ、はい、温泉とサウナ、想像できないですよということで、野球ファンの心をくすぐる内装のホテルからお邪魔すると、おー、ここからのロケーション最高。アジア初、フィールドが一望できる球場内ホテルに、天然温泉とサウナを楽しみながら試合が見られるのは世界初。まさに想像以上常識外れの新スタジアム。そしてフィールドを眺めていると、すげえ、僕の、高校時代のテレビ流れてるよ。両翼に幅86メートル、高さ16メートルの LED ビジョンを備えたスタジアムは日本初。
古巣からの粋な計らい、エスコンフィールドに特別な思いを抱く斉藤さんが取材する最後のはずが、史上初のあちらマウンドから始球式をしていただければと思います僕が、はい、本当、はい、ありがとうございます、はい、度重なる怪我に苦しみながらも不屈の闘志で乗り越え、多くのファンに勇気を与えてきた斉藤さん、これまで積み上げてきた思いを込めて、いやありがとうございます、まあ、やっぱり待ちに待ったシーズンだと思うんですよね。選手からしてもそうですし、ファンの方からもしてもそうですし、このシーズンってやっぱり日本だけじゃなくて世界の方たちが注目しているシーズンだと思うんですよ。この球場でどんなプレーを見せてくれるのか、この1年間、まあ、その先の年も含めて悔いのないプレーをしてほしいなと、でやっぱりできることなら優勝してほしいなと思います。